はい、こんにちは。今回はね、こちらになります。これが、どこのメーカーかちょっとわからないんですが、メーカーなんですけど、これかなり古い、ミニカーなんですね。で、実車の車がこれあるんですが、かなり古いんです、これ。おそらくはギャレットの 4CD の、ショーマンズ蒸気トラクター、イギリスの蒸気トラクターですね。で、1918年製だと思います。で、これは蒸気エンジンは、まあ、工業だけでなく、農業においても脱穀や収穫物を運ぶために、馬の代わりとして、まあ、使われます。で、このような車は蒸気牽引車と呼ばれ、作業する場所へ自力で移動し、作業の動力源としても使われていますね。で、この車はその代表的なもので、ギャレット社の牽引車です。ショーマンとはエンジンメーカーの名前のようでして、実車はイギリス内工科が、保存しているロード・ジョージというニックネームがついた車らしいんですね。で、農作業に使われていた時にはなかったと思われた、まあ、飾られた屋根とかが、まあ、取り付けられているよということなんですね。で、まあ、こういう車がね、今から100年ぶり、昔の話ですけど、100年以上昔のものですか、になりますが、当時は今の時代からではちょっともう信じがたいな話かもしれませんが、昔は当時はまだ馬を使っていました。馬とか、まあ、牛、日本でいう牛とかね、まあ、そういうのを使って畑を耕したり、田んぼを作ったり、まあ、してたんですね。で、それがこう、やっとこう産業革命という、イギリスはね、まあ、産業革命を迎えて、どんどんその工場がどんどん立つようになってきて、今まで農業っていうか農家が中心だったんだけど、そこで工場っていうものができてきて、どんどんそれが機械化進んでいったんですね。で、そういう産業革命の時代を迎えてから、非常にイギリス、ヨーロッパあたりの国が発展を遂げて、急速に発展を遂げて、で、そうすると今まで畑を使っていたのが牛や、まあ日本でいうと牛だけど、まあイギリスとかでいうと馬ですかね。ああいったのをこう敷いて使ってたんだけども、まあそういう馬に代わる車、馬に代わる乗り物として車っていうのが誕生したんですね。だから車の馬力っていうのが何馬力とかってありますけど、あれは昔は、馬の1頭、2頭と数えますよね。で、馬が何頭いるか、要するに馬1匹の力が何頭分かってことなんです。例えば200馬力の車があるとすると、まあ単純に馬が200頭になります。馬が200頭分で、まあ1台のエンジンとなり、その車のを動かしていますみたいな。まあそんな感じなんですね。ですから、そういった感じで馬力っていうのが巻きになれて、まあ、その後馬力に関する、情報っていうか やり方っていうか、それがこう変わってきたしてるんですけども、まあ、基本的には馬力っていうのは、まあ1頭分が1馬力、ね、10頭分だったら10馬力みたいな感じになるし、でそれだけのこう力があるってことですね。でそれで車っていうのはそこでこう車の時代に入ってきて、で入ってきたばっかだったので、まあそういう当時でもすごいこういうものを買うったら金持ちじゃないと買えなかったと思うんですけども、馬の代わりにこれが脱穀や収穫物、まあトウモロコシだとかジャガイモとかね、そういったものをこう収穫をしていった、まあそういったお米とかもそうですし、そういったのをこういう車が活躍していたんですね。もう気が遠くなるような大昔の話ですけども、まあ、大昔は、まあ、当時の街中に行けばそういう車が見られたと、いうことです。でこれが、まあ、そういう車でして、ここにこう飾られてるっていうかね、部分でね、屋根にもこういうのがあってね、これが多分なんか煙、蒸気ですから煙をバーッとこう吐くんですよ。だから蒸気機関車と同じですね。ポーって言いながらこの蒸気機関車を履いて、で昔私が勝手にポーって名付けたね、蒸気機関車のミニカーがありましたけど、あれ未だにありますけども、
あれかなり貴重でしたか、あれかなり貴重だったんですよ。どこのミニカーメーカーかちょっと工事行ってるか分かって、最近あれ詳しい情報が分かったんですね。であれはね、こういったミニカーはね持ってる人がいないんですよ、さすがに。でね、コーギーなど蒸気機関車に関しては誰が所有してるのかなと思って調べたら、少なくともネット上とかでの情報ではですね、誰一人いなかったんです。動画を紹介してる人もいなければ、掲示板を作って紹介してる人もいなかったんです。ということはほとんどの人が持ってないということなんですね。ですから誰一人持ってないので、ね、どこなんだろうなと思って、裏の人にちょっとこう探してもらったんですよ。でそしたらね、やっとこさ分かったっつって、そのミニカーがどこのメーカーかってまではちょっと細かくはちょっと分からなかったんですが、多分おそらくはコーギーかマッチボックス、あれはコーギーじゃない、マッチボックスか、申し訳ない、マッチボックスでしたね。マッチボックスということが分かって、でそれはマッチボックスってイギリスにあるんですね、本社が。イギリスの会社なんです。でそこで唯一分かった掲示板で出てきた情報っていうのが、そのイギリスの方で、イギリス人の男性の人で、50歳ぐらいじゃないかなと思うんですが、そのおじさんが要するにその海外で、ね、そのイギリスでそれを掲示板を作ってらっしゃって、その自分の掲示板でイギリスの掲示板に載せてたんですよ。でそれで見てやっと分かったんですね、そのミニカーが。これで持ってる人がいると。何しろ Google で検索しても出てきませんでしたし、Yahoo ではもちろん出てこない、動画でも出てこない、 Google で検索しても出てこない、そんな状況で世界に一人だけ持ってる人間がいて、それがイギリスの方が持っていたと。この蒸気機関車の車というか、これと同じミニカーじゃないですけどね、持ってまして、でやっとこさそれで分かってたんですよ。なんかかなり貴重なもんだったんですね。でその裏の人もネットとかそういう業界とか、そういういろんなことに詳しい人だったので、その人が偉い調べても分かんなかったんだけど、それだけは分かったんです。だからこれもやっぱりそういう類の車です。電池が赤くなってしまったんであれですけども、これはそれとも貴重な車ということでね、なかなかこういう蒸気で動いたこういうトラクターっていうのが昔はあって、こういう感じで非常にこれもまた希少車じゃないかなと思います。まあまたね、ポーもまた紹介してみようかなと思いますけども、これもね、やっとうさ名前が見せるところで、ギャレットっていうね、農機具め、メーカーの車だったってのがやっとうさ分かりました。いやその裏の人もかなりね調べたんですけど、知ってたんですけど、それでも分からなかったですからね。それでも分からない、裏の人を通しても分からない車だった。ましてはこれが蒸気機関車ってイメージがあるから、蒸気バスとか蒸気の車があるってこと自体も知らなかったですからね。ですからそういうまさにポーだったんですよ。でそれがやっとさ分かったっていうやつですね。でこれもまたポーにすぐ貴重な、大変貴重な車を手に入れたというわけです。どうもありがとうございます。